よし、全員揃ったな。これよりプロジェクト推進部の定例会議を行う。前に諸君にも話したテーマパークの計画が正式にようやく動き出した。テーマパークのプロジェクトに参加可能なものは積極的に企画を提出してもらいたい。9月までは企画のために遊園地や他のテーマパークの視察に行くことも認めよう。では午後から早速各部署に出向き仕事に取り掛かってくれたまえ。以上、解散。誘うかどうか迷ってたんだ。美味しかった。食事すると同じものでも美味しく感じるんだな。これが不思議だね。さてお昼休みが終わる前にオフィスに戻ろうよ。午後からの仕事も頑張ろうね。それじゃあ。これから？そう言うと思った。それじゃあ一緒に行こうか。美味しかった。食べる場所とか誰と食べるかってことも味のうちよね。あー、お昼休みもうおしまいだね。早く仕事に戻らなくちゃ。また一緒にお昼食べようね。それじゃあ。やあ、お昼まだこれからみたいだね。行こう。今日はお弁当忘れちゃってさ。お昼食べに行くのに誰か誘うかどうか迷ってたんだ。美味しかった。食事すると同じものでも美味しく感じるんだな。これが不思議だね。さてお昼休みが終わる前にオフィスに戻ろうよ。午後からの仕事も頑張ろうね。それじゃあ。まだ時間あるし聞いてあげるよ。あ、そういえば
ばこの前さ、あ、もうこんな時間、そろそろ切るね。私ばっかり話しちゃってごめん。それじゃあおやすみ。ごめんなさい、申し訳ないんだけれど制約があるの。また今度誘ってくださる？面白いから一緒に帰ってもいいかな。途中まで送ってね。うんうん、今はどの部署も忙しいよね。お互い頑張ろうよ。それじゃあ私はこの辺で、お先に。申し訳ないんだけれど制約があるの。また今度誘ってくださる？
うん、まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、ゴーからの仕事も頑張ってくれたまえ。そうかどうか迷ってたんだ。おいしかった。食事すると同じものでもおいしく感じるんだな。これが不思議だね。さて、お昼休みが終わる前にオフィスに戻ろうよ。午後からの仕事も頑張ろうね。それじゃあ。やあ、探したぜ。もうすぐ大イベントがあるな。用意はバッチリできているか。うん、俺様のライバルとして
恥ずかしくない行動を期待しているぞ。ではさらばだ。怠けてる時だってあるわよ。ところでその講座前に通ったけど楽しくて役に立つわよ。しっかり頑張りなさいね。相談したいのは就職のことなんです。就職するのは私の意思なんですが、両親は進学をしろって。勉強は嫌いじゃないけど今は仕事に就きたいんです。友達はみんな進学するし、先生も推薦してくれるって言うんですけど、でも短大に行ってもなんか無駄のような気がするんです。遊ぶためだけで進学するのって違う。大学って行く必要があるのかしら。短大じゃ極めるってことないでしょ。それに極めるほどの専門分野なんて私持てないし。だけど周りはみんな進学しろって。私の考え間違っています？私は真面目に相談しているんです。茶化さないでください。もういいです。自分一人で考えますから。ご心配かけて申し訳ありませんでした。今日は相談に乗ってくれてどうもありがとうございました。あとは自分で悩んでみますよ。私の問題だから。それじゃあここで失礼します。Thank you.
っといてくれ。負け犬に情けはいらないのさ。おい貴様、どこへ行く。こういう時は普通なんで負け犬なのか聞き返すものだろう。そんなこと聞くなんて貴様に情けの心はないのか。貴様、なぜそれを知ってる。さすが我がライバル、俺様のことはすでに調査済みということか。バレちまったら仕方がない。そうとも、仕事で大きなミスをして部長に注意されてきたのだ。だが貴様なんかに情けは受けぬ。よし、早速バリバリ仕事しておめえ挽回だ。俺様の実力を甘く見るなよ。ライバルに情けをかけたことを今に後悔させてやるぞ。昼ご飯はまだこれから？そう言うと思った。それじゃあ一緒に行こうか。美味しかった。食べる場所とか、誰と食べるかってことも味のうちよね。ああ、お昼休みもうおしまいだね。早く仕事に戻らなくちゃ。また一緒にお昼食べようね。それじゃあ。こんばんは。平気平気、まだまだ起きてるよ。それで今日はどんな用事かな。何のお話？寝るまでまだ時間あるし、聞いてあげるよ。あ、そういえばこの前さ、あ、もうこんな時間、そろそろ切るね。私ばっかり話しちゃってごめん。それじゃあおやすみ。
あ、もうこんな時間。そろそろ切るね。私ばっかり話しちゃってごめん。それじゃあ、おやすみ。貴様の美貌は完璧。エステなど必要ないのだ。完璧な美貌もたまには手入れをしないとな。ではさらばだ。
次は帰るんだ。今日は買い物して早く帰らないと。また今度ね。じゃあお先。うん、まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、ゴーからの仕事も頑張ってくれたまえ。先に失礼します。
たも一人なの？そうね、いいわよ。じゃあ、ご一緒させてくださる？ごちそうさま。食事は誰かと食べた方が美味しく感じるわね。あら、もうこんな時間。ごめんなさい。お先に失礼させてもらうわね。それじゃ。呼び捨てにするし、あ、友達は姫なんですけど。嫌なんです、恥ずかしいから。まだあまねちゃんの方がいいです。こんな話してたらだんだん落ち着いてきました。あ、でももう面接の時間。すいません、行ってきます。完璧。エステなど必要ないのだ。完璧な美貌もたまには手入れをしないとな。ではさらばだ。
ようございます。お昼どうするのかな？いいよ。会社にいる時の昼ご飯って適当に済ませちゃうことが多いじゃない？誰かと食べると適当に済ませないからいいなって感謝しよう。と、午後の仕事だ。じゃ。一緒させてくださる？ごちそうさま。食事は誰かと食べた方が美味しく感じるわね。あら、もうこんな時間。ごめんなさい。お先に失礼させてもらうわね。それじゃ。
おお、ちょうど帰るところのようだな。俺はこれから食事に出るが、どうだ、一緒に行くか。そうか、ではついてきたまえ。いやあ、お前が先週頑張って仕事をこなしてくれたおかげで俺も残業が少なくて済んだ。うん、うちの部署は人も予算も少ないからな。俺を含めてたったの8人か。推進部というのは仮の部署名だからな。事業部に昇格すればもう少しマシになるのだが。おっと、頑張ってるやつに愚痴を聞かせても仕方ないな。まあ、一杯やってくれたまえ。それじゃあ、これからもしっかり働いてくれたまえ。気をつけて帰れよ。誘うかどうか迷ってたんだ。美味しかった。食事すると同じものでも美味しく感じるんだな。これが不思議だね。さて、お昼休みが終わる前にオフィスに戻ろうよ。午後からの仕事も頑張ろうね。それじゃあ。まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、午後からの仕事も頑張ってくれたまえ。やあ、探したぜ。もうすぐ大イベントがあるな。用意はバッチリできているか。俺様のライバルとして恥ずかしくない行動を期待しているぞ。では、さらばだ。ああ、帰ろうとしてるところ悪いが、プロジェクト推進部の方の仕事を手伝ってくれないか。そうか、助かる。すぐにオフィスの方へ来てくれ。手順は今説明した通りだ。俺はちょっと席を外すが、早速取り掛かってくれたまえ。だいたい片付いたようだな。あとは俺がやるからもう帰っていいぞ。また何かあったらよろしくな。一緒しましょう。美味しかったわね。やっぱり誰かとの食事はいいものね。いつもより美味しく感じるもの。あら、大変。お昼休みもう終わりだわ。早く仕事に戻らないと。
またご一緒しましょう。それじゃ、お先に失礼するわね。昼ご飯はまだこれから？そう言うと思った。それじゃあ一緒に行こうか。ごちそうさま。そういえば社員旅行はうちの部署と同行するんだって。プロジェクト推進部ってなんか大変そうだね。でも旅行に行けるのちょっと嬉しいかな。それじゃあ先に戻ってるからまた誘ってね。先に食事を済ませてしまった。あとよろしくな。明日は部の人たちと行動してるけど、お昼くらいには
ど試合が終わったとこなんだ。探しに行こうかと思ってたんだよ。ここの近くに割と綺麗な湖があるんだって。ちょっと二人で見に行こうよ。着替えてから来ればよかったかな。コートでは平気だけど、こんなミニで外を歩くのちょっと恥ずかしいな。そう言ってもらえると嬉しいな。でもほら、ミニだから一緒にボードとか乗れないよね。あ、すごく残念そうな顔してる。もうエッチなんだから。さて、みんなが心配しないうちにそろそろホテルに戻ろうか。お話できて楽しかったよ。乗ってるのも結構疲れるね。これからも頑張って仕事しようね。それじゃあおやすみ。
はよう。今日はちゃんと早起きできたみたいだね。じゃあ一応そういうことにしてあげようかな。お昼どうするのかな。いいよ。会社にいる時の昼ご飯って適当に済ませちゃうことが多いじゃない。誰かと食べると適当に済ませないからいいなって。感謝しよう。どう、午後の仕事だ。じゃ、早いのね。ちゃんと早起きできたようね。そうだったかしら。でもそういうことにしてあげるわ。お昼ご飯ですか。はい、ぜひ一緒に。とっても美味しかったですね。楽しい話もたくさん聞けて嬉しかったです。私、これからお昼の時間がすごく楽しみになりそうです。じゃあまた。失礼します。まだ食事に出てないのはお前だけか。どうだ、一緒に食べに行くかね。そうか、じゃあ行こうか。
食事に付き合わせてすまなかったな。俺は普段は弁当なんだが、今朝妻が寝坊して。おっと、俺の話をしても仕方ないな。今のは聞き流してくれ。では、ゴーからの仕事も頑張ってくれたまえ。私ばっかり話しちゃった。